動してみよう。来るか、出てくるか。何が出てくる。出た。さあ、なんだ、なんだ。誰かな。何が出てくる。お、来る見る。レベル2なら圧勝だぜ。かっこいいな。ねえ、なんかお尻が可愛い。華やかだね、なんか。色が綺麗。いろんな色でね。うん、おちょっと草タイプなんでね、あれですけど。髪型でもなるほど。かっこいい。派手ですね。経験値も多めにもらえちゃうんですよね。そっかそっか。続いて別の町へ移動。こんなところなかったよね。あそこ左登れる。あ、登れるね。おお、すげえ。ちょっと。おお。落ちちゃダメだよ。怖い。怖い。面白い。おお。これなんだ、草むらもね。何ここ。さあどこでしょうね。そこへ飛び出してきたのはガーディー。全国図鑑だ、すごい。こんな風に序盤から前作の一周図鑑にはいなかったポケモンが。じゃあギャルディオのバブル光線、一撃でしょこれ。うっ、すげえ。相性抜群。トレーナーがいるみたいなので、うんうん、勝負を挑んでやろうじゃないの。勝負を仕掛けてきたのは双子ちゃん。繰り出してきたのは2人ともヒマナッツ。ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバーでも登場した草タイプのポケモンだ。相性の悪い相手だが、ポーカブの力も借りて圧倒。水タイプだけでなく格闘タイプの技も使えるのがケルディオの強みだ。勝った、余裕ですね。さらにポケモンブラック2ホワイト2で新しくなった一種図鑑のポケモンとバトル。そしてポケットモンスターファイアレッド、リーフグリーンで登場したコイル。ここは鋼タイプに有効な格闘タイプの技で戦う。こっちは格闘でいくぜ。水格闘タイプだから、いろんなタイプのポケモンに効果抜群なんですね。さらにこのケルディオは特攻が高く、レベルを上げてハイドロポンプを覚えるとより強力になるぞ。では伝説のポケモン鳳凰とのバトルを見てみよう。さあレベル50のケルディオのハイドロポンプ、うん、なんと鳳凰も一撃。強力な技を覚えるケルディオはバトルで大活躍間違いなしだ。